こちらもダイソーがあります。ちょっと見てみましょう。すごいいろんなものがあります。日本からのいろんなものがありますよ。本当にダイソーのブランドになってます。いろんな材料、もちろんフィリピン人たちがいますよ。フィリピン人たちが買ってます。音楽までは日本の音楽です。本当に旅行した感じで日本に帰ってきた感じです。こんな感じですよ。